我々大日本帝国軍は新たなる領土獲得のため南に進軍することを決定した。いやこれイタリア空母だぞ。我々海軍の任務は陸軍の上陸作戦支援のために制海権を確保することにある。そんな連携できる組織じゃなかったよ。事実は歪曲しておけば問題ない。押し切ろうとすんな。いざ広島の呉港を確保するために我々は北海道を出港する。いや本州取られてるじゃねえか。ということでやっていきましょう。モダンウォーシップス、また手の込んだ茶番しやがって。今回はこのゲームで唯一の秘宝がある空母イタリアのカブールで遊んでいくよ。私の家であることで有名だね。定住しろや。こいつは空母なのにミサイルも艦砲もあってかなり火力が高いよ。空母なのに艦砲があるんだな。純正の艦砲は対空要員だからね。ここにモナークを乗せるとあら不思議、火力マシマシの空母になりました。なおティア隊が上がった戦場に放り込まれる模様。ならば他の武装もティアさんのものにすればいいのでは。この納金っぷり。ちなみに今回の撮影のために初めて買ったので私も立ち回りは理解していないのであしからず不安要素でしかないよ。あともう一個訂正するけど、お前自分の考えまとまらず喋り出すタイプだろ。モナークをつけたら確かに火力は上がるけど、そしたらもちろんティアさんの戦いになるわけで結局火力不足に陥りますね。ダメじゃねえか。ですのである程度遊んで普通の戦いじゃ物足りない人以外にはおすすめしませんね。この廃人ぶり。しかし心配することはないよマリサ。お前が火力不足って言ったんだろ。この船にはなんと自動艦砲が2個あります。それがどうした。だからなんとか火力は出せるよ。やけ死に水とはまさにこのこと。残念だねマリサ。お前なんなんだよ。この船にはサウナはついていません。誰もそこ気にかけてねえよ。だって今や軽視に水って。お前は国語辞典音読しろ。私日本語読めません。母国語読めないってマジ。小学校の途中で国語やめてるからね。スイミーからやり直してこい。今回の武装は対空弱い船なので攻撃機には対空もできる F3 を採用しました。ミサイルは単発枠なので DF。 ヘリコプターはもちろんオスプレイだよ。当チャンネルのレギュラーメンバー。ミサイル迎撃能力高いからね。撃墜率はなんと韓国ヘリより高いよ。検証でもしたのか。いやモデレーターさんがチャット内で話してました。いつものパクリ編成。では装備も整ったので行きましょう。マップは失われた都市。マップ面積が狭く細かい遮蔽物が多くて空母には不利なマップですね。かわいそう。空母の仕事は第一に索敵。今回こちら側の空母は私だけですね。相手にはティア4空母がいますね。終わっただろこのマッチング。まだ勝機はあるよ。このゲームは最初に索敵したチームが勝つゲームだからね。一番に索敵しただけじゃ埋まらない溝がありそう。戦闘機で索敵した時はついでにヘリを落としておきたいとこ。いなかったので帰ってきました。今の文言いるの。車線が通る位置にエンプラいますね。これは早めに撃沈しておきたいな。お迎えさんに挨拶としてミサイル発射。もちろん引っ越しの時の手土産の代わりだね。そんなもん手土産にしたらご近所さん数件挨拶するだけでいくらかかるんだよ。引っ込むとこそこなの。狙いをポートロイヤルに変更。味方のヘイトに合わせたわけだな。いやまだ私が持ってないからだよ。理由がくだらない。あと持ってない船ってこいつと積むだけなんだよね。積むもそれなりに値段するからな。買いたいならさっさと収益化しなくちゃね。さっさと収益化して本物買えるくらいにならないと。無理があるよ。維持費がかかるってこと。初期費用もかかるんだよ。次の狙いはエンタープライズ。君に決めた。ポケモンかな。ポケモンにミサイルと艦砲と攻撃機からの対地攻撃機である程度ダメージを負わせてからモンスターボールを投げます。オーバーキルすぎるわ。標本のために捕まえるので問題ありません。ポケモンをサイコホラーにするな。今空母の燃料 20% と通知が出ましたね。携帯の話だよ充電しろ。でもすごくないマリサ。体力の多いエンプラですらここまで削れるんだよ。ほとんど味方の攻撃だけどな。味方が私の狙いに合わせてくれるので私の功績です。どうしても英雄になりたいやつ。お、今気づいたけど防空強い味方艦が護衛してくれてますね。わかってるじゃないか。話しかけんな海に沈めるぞ。ふふ。味方思いの船だな。すごい嫌われてたぞ。個人的には空母に乗ってる時護衛してくれるのはありがたい。空母ってだけでヘイト高いからな。なんなら空母じゃなくても護衛してほしいね。一人立ちしろ。お、突破しようとするゴルシコフがいる。狙いは私たちか。空母を沈めて一気に戦況をひっくり返そうっていう算段だろうね。私にそんな価値ないってのに。お前はそれでいいのか。人間自分の価値はしっかり理解してないとね。悲しいやつ。背伸びなんかしても失敗するだけだからね。魔改造してるやつのセリフじゃない。さすがに近づかれすぎて見つかりましたね。だが私には護衛艦がいるんでな。そいつならさっき逃げていったぞ。だが私には自動艦砲がある。なんでそんな自動艦砲に対する信頼厚いの。自動艦砲に救われてきた人生だからです。どんな人生だよ。学校で財布を落とした時も、駅で財布を落とした時も、酔っ払って財布を落とした時も、助けてくれたのは自動艦砲でした。財布に紐つけとけ。そもそも自動艦砲がどうやって助けてくれるんだよ。近くにいる人たちからお金を集めてくれました。強盗じゃねえか。ということで1戦目は勝利。今のとここの船の勝率は10割です。まだ1戦目だからな。これが数字のマジックです。小学生でもわかる手品みたいなもん。2戦目は攻撃機をチェックメイトに換装しました。対空は大丈夫なのか。やってみた感じ以外といけそうだったからね。さっきはそもそも見つかってなかったからな。ちなみに今の画面で視聴者さんからチャット来てました。返事しろや。プレイ中ってチャット気づかないこと多いんだ。ごめんよ。さすが廃人プレイヤー。脳の電源切ってプレイしてやがる。いや脳のコンセント抜いてプレイしてるよ。大して変わらんだろ。また索敵からやっていきましょう。てか今気づいたけどこのマップって雨降ってんだね。今更すぎない。こんなに降ってると機体が落ちちゃう。浮力なさすぎだろ。今回は敵に空母はなし。だけど潜水艦2隻いますね。母艦は対戦戦闘の用意しておいてね。対戦装備持ってねえよ。お、もう8回
艦してるヘリがいる。撃墜しとこっと。発艦してすぐ落とされるヘリくんかわいそう。作敵を防ぐためと対空能力を削ぐためですね。人にはやっていいことと悪いことがあるだろ。今のダメなことなの？一通り作敵が終わったね。もうこれで私の仕事は終わりかな？今からが本番なんだよ。え、マジで？もう帰るつもりで寝袋用意しちゃった。キャンプ行くつもりじゃねえか。やだなマリサ。私には家がないだけだよ。気にすんな霊夢。世の中家がない方がいい人間だっているさ。よくわからんけどこれ多分悪口。攻撃機で船を見下ろしながら攻撃しましょう。わざわざ嫌な言い方する意味ある？飛べない船なんてただの船だ。そりゃそうだよ。接近する前にミサイルを撃ち尽くしたいね。遠距離型の攻撃機だからな。どうせここまで来た式銃も撃っとくか。これが鳩が豆鉄砲を食らうずです。豆鉄砲に機関銃使うことある？ちょっと鳩には刺激が強いかな。鳩が粉々になるわ。カブールのいいところは航空機機関銃でも攻撃できるとこだね。艦砲とミサイルがあって攻撃手段としては十分だしな。できれば紙の杖が欲しいところ。根拠のない宇宙兵器も止めんな。連敗はこっちを狙ってるのかな。私たちのいる位置に空母がいること読んでそうだな。そんな連敗も艦砲が来てることで混乱して自爆すると思うよ。希望的観測。なおかつミサイルまで飛んできたらもう空母だとは思わないよね。ミサイル積んでる空母は割とあるだろ。艦砲とミサイルだけで7万ダメージですよ。母艦だけでもかなりの火力があるな。私の偏差射撃がうまいからね。次そんなこと言ったら頭潰すぞ。やり方過激すぎない？手加減して片手でやるつもりだぜ。こいつどんな握力してやがる。母艦の攻撃で連敗撃破。ナイスキル。対戦装備がないから次は駆逐艦を狙いたいね。駆逐艦がどこにいるかわかんないな。では作敵がてら攻撃機を発艦しましょう。左の敵は潜水艦。浮いてはいるけど潜られたら意味がないからスルーしよう。次は右を作敵しようね。潜水艦は2隻レーダーにいるし右が駆逐艦だな。連敗がいたね。一度沈んでもう一回浮いてきたのかな。さっきとは別人だよ。こんなに見た目似てるのに。同型艦だからです。キンジャールは着で防がれましたね。上手い人はキンジャールに合わせて着を使うよな。そんなこと人間ができるとは思えないけどね。お前が下手くそなんだよ。通過する前にもう一回撃ち込みたいね。あ、これ間に合わんわ。ギリギリ撃てなかったな。操船手は一体何やってんだ。え、これ手動でやってんの？翼の下にいる人がやってくれてます。怖すぎるだろ。命綱はつけてるからね。不十分すぎるわ。最近の輪ゴムはすごいんだよ。命綱はゴムかよ。私が引っ張ってもなかなかちぎれないから大丈夫。航空機なめんな。なんか知らんけど潜水艦撃破の判定もらいました。ダメージログ的に AI 操作の母艦が手法で沈めたな。AI 操作優秀すぎん。何にしても潜水艦を減らせたのはでかい。一番相性が悪い相手だからな。連敗は隠れたので左の潜水艦を攻撃します。苦情しているな。今回も隣に護衛艦がいるので共同撃破しようと思うよ。ミサイル撃ってきたな。ここは蹴散らず着発射。めんどくさくなったので母艦ごと突撃します。空母の立ち回りじゃない。むしろ目の前の障害物壊そうかな。それをやっていいのはヤマトだけだ。壊しました。お前の戦い方は戦艦なんだよ。戦う艦なんだからこれも戦艦です。こういうのが一番うざい。また潜水艦で長引いたのである程度のとこまでカット。かなり奥まで逃げられたな。こういう時も偏差射撃を決めればいいんですよ。自動艦砲まで外すことある？いいえ、沈んだので私の撃破です。味方の攻撃だけどな。どうだったでしょうかブール。特徴があってなかなか面白い船です。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。それではご視聴ありがとうございました。